はい、どうもゆうたです、先ほどの谷川プロのね登場に続き、今度はお久しぶりに石崎さんでございます。お久しぶりです。ずいぶん長い間良かったです。はい、ということでちょっとね、石崎さんも今回禁止戦来てるんで、ちょっとね、同情じゃなくてバトルをね、僕の車に乗ってもらって、あの元ね、S 隊とか、あとニュルでしたっけ、ちょっと走ってたんで、もう腕はね、確かなんで、ちょっと勘弁してくださいよ。ハードルが高いっすよ。多分めちゃくちゃ上手いと思って僕より。いやいや、まあ、でもね、せっかく乗らさせていただけるので、一生懸命車を壊さないように、安全運転でスピードを出さないように運転してまいりたいと思います。多分逆です。いや、でも本当にね、上手な方なんで、ちょっと僕のね、車どんな感じなのかっていうちょっとインプレッションをね、あとタイムのバトルもできたらなっていう感じで思ってるんで、対戦よろしくお願いします。もうインプレはめちゃめちゃ適当なことしか言わない。ちょっと真面目に、真面目です。頑張ります。はい、はい、
ちょっとねバトル結果なんですけど、石崎さんが39秒5ですね、確か、はいはい、で僕がその後乗って40秒フラットです、コンマ5、コンマ5、いやでかい、ごちそうさまでしたいやさすがです、いやいや、まあね、あのちょっとタイヤの最初のね冷えてる時の美味しいところを使わせてもらったっていうところかな。いやいやいや、いやここがもう、いや前見えてなかった、そう前見えなくて、こんだけやっぱ身長差があると座った時にだいぶ僕にポイント合わせてるんで、そうそう、ハンドルここら辺に来るそうよ、だからよくあの背のちっちゃい系のプロドライバーの人が乗ってるのを見ることはあってよく乗れるなと思ってたけど、はい、今日乗ってみて本当によく乗れるなと思いましたどうですか車は。あの車はすごくこうなんだろうな、走行会仕様としてかっちり感もあっていいと思います、はい、でフロントも硬いんだけども突き上げる感じがないし、はいはい、でそのとにかくこう操舵に対してのレスポンスがいい、高性能があって、こう動かしたいっていう時にちゃんと素直に入ってくる、はいはいはい、だからそうだ、ね、かっちりしてるのに、曲がっていってくれる、決してこうブヨブヨだらしない感じではない、はいはい、で、あと気になったのが、はい、フロントのタイヤの、はい、その接地感がいきなりこうスポッて抜ける感じがある、はい、うん、あの切ってそうそう、ちょっとあれですね、あの最終とかみたいにこうちょっと座を切っていくところみたいなシチュエーションだと、はい、分かってないまんまいけるかなって思うと、こうスーッて切ってった時にあれあれ曲がってない曲がってない曲がってないスー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 って抜けてっちゃう感じがあったので、それはどうなんだろうね、またダッパーのこう触ってみてなんだろうけれども、はい、それ以外はあの腰があるし、はい、結構縁石とかも踏めちゃうそうな感じがするしあのスタビリティもあるし、すごい攻めやすいと思う、あ結構スロータの僕なんかでも結構扱えるような感じの、そうですね、結構よくあるのが意外とこう綱渡り的なセッティングの車ってちょっとカウンター当たるようなのがあるんだけど、そういうのはなくてもっと乗ってられる、はい、あのハイポイントさえ調節できたらずっと乗ってられるようなそんな車で、ただもう一個はそのブレーキがもしかしたらちょっと怪しい、はいはい、ちょっと僕さっきね僕もちょっとそれ悩みがあってちょっと気づいてもらったんですけど、そうあのロックしちゃってるのかなみたいな、なんかこうツルツルそうね、車載チェックしてもらったら多分分かると思うんですけど、ちょっとこうインフィールドとかで ABS ついてるからいいやってバーンって踏むとちょっとこうツーってロック気味の動きをしちゃう、そこが気になったみたいですね、はい、じゃあ評価は結構高いですね、すごく乗りやすかった、あよかった、前が見えないこと以外はまた何か機会があったら、ね、そうですね、またちょっとお願いします、はい、ありがとうございます、はい、赤が俺だね、青が石崎さん、青の青、行きそうな青の、あー小回りしてるから、ここで差がついてる、小回りっていうかね、ここで止めてるんで、ここで曲げてるからね、あ早めに曲げて、要するにどこで曲げるか、これ全体で曲げようとしてるのと点で曲げようとしてるのと速度遅いでしょ、速度遅いってことは打を切るってこと、打を切るってことはそこで曲げてるんですよ、車が回るってことはその後直線的に加速していくから加速できるんですよ、ここはね俺回収したポイント、あの小回りしてたのをちょっと奥まで行って立ち上がり重心でちょっと改善できたところ、ここまでちょっと一緒になってきてるね、まあでも立ち上がりがやっぱり、立ち上がりが一緒になってきてるね、俺ちょっと内側行ってんだね、やっぱ立ち上がり重心ね、最終コーナーの上手い下手がやっぱりすごいはっきり出てんね、青がどっち、石崎さんっていう人だ、はい、でこれは失敗したわけじゃなくて最初、僕は普通に自分で走ったベストそういうことで、青が向こうのベスト、はい、石崎さんのベスト、両方ベストとベストの比べなんですよ、
あ、しかも石崎さん3速だったかな、これ。もしかしたらそこでシフトアップしてなかったんだよね、早めに。ここまでは赤のかかってんだよね、このポイントまでは。これがコントロールライン通過した時からのタイム差を表してるのよ、はい、はいはい。でこれが0の位置、はいはい、だからこれコントロールライン通過した時には赤の方が速い、赤の方が速くって、あ、はい、一瞬あ、赤じゃない、青の方が若干こう速くなってるじゃない、はい、ここ速度高いじゃない、はい、でブレーキは今度速度高いところからブレーキかけてるから今度赤が展開してきてるじゃない、はい、これでどこが大きく一番違ってるのかなっていうのを見てってあげればいい、はい、そうするとこれを見ると赤と青が有利だったのはここね、ここ一番、はい、ここはまず青の方が速い、はい、対して赤が速かったらここがポンと変わってるでしょ、挽回してるから、あと最終で、ね、はい、一番大きいのは最終、あ、青が速いですね、このどこを回収すればいいのかなっていう一番大きな速を見てあげる、そうすると赤のここの分だよね、うん、ここの分が一番ウィークポイントになっちゃってるよね、ここまでほぼほぼ一緒だから、はい、ここまではタイム差が 0.005 の、はい、ほぼイコールなのよ、最終のこの立ち上がりの処理が違うよねっていう話になる。ここがへこんでるのシフトアップなんですよ、これしてないですよね、シフトを3速でいい、してないかもしれない、青の方がしてないかもしれない、はい、1個上のギアで、ここもそうなんですよ、多分シフトしてないですよ、僕が1個下で行ってるんですよね、そこが。ただね、例えばここ1個シフトしてるよって言うんだけど、それがどのぐらいの差があるかっていうと、例えばここからここ重なってるよね、ここセクターを入れてあげるのよ、ここに今セクター1を入れてあげて、ここがセクターに入れてあげると、そうすると1と2の差ってここなのね、はい、0からここからここまでがこのタイムなんですね、はい、でここからここだから、ここでコンマ1しか実は違う、ああ、じゃあそんなに変わんないってことね、そんなにの差ではない、だから言うほどの差はつかないシフトじゃない、なんでかっていうとここでトルクはかかってないんだけど、その部分が進んでるじゃん、はい、速度とか、はいはい、90キロとか進んでるわけだから、言うほどタイム差はつかない、ああ、なるほど、なるほど、ね、だから何が違うかっていうと、ここがもったいない、最終ですね、最終の要するにここのこれブレーかけてるんで、はいはい、そうですね、そう、これがそんなに強いブレーが必要あるのかなっていう話もあるよね、ああなるほど、はい、じゃあ考え方としてはいいのよ、これブレーキ減速してみて、一回減速して、ここで減速してあげて、この車を曲げて加速するっていう、はいはい、だから速いところからアクセル開けられてるから、これは OK だ、うん、ただここの落とす速度が本当にこれが正しいのかなっていうのが、ああなるほど、考え方はいいよ、はいはいはい、なるほど、そうすると例えばここだけ考えてあげれば、からだけを見てあげればさ、はい、変なセクター入れてる、ここから後ろまでで 0.4 秒違ったんで、はい、これ 5.3 秒に対して 4.9 秒とか 0.4 秒、はい、だからここをなんとかすればいいよねっていう話になってくるかな、はい、なるほど、じゃあ最終ですね、そう、じゃあ最終をどうしようかなって考えてってあげればいいかな、はい、
この角度とさ、この角度と振る一緒に、はいはいはい、そこでフルブレーキングしてる、結構かけてますね。で、ここの場合は曲げるコーナリング、曲げるってる途中じゃない、はい、曲げてる途中でそれだけブレーキ踏むっていうのはそれはどうかなっていう、まあじゃあ根本を見直すという、そうこういうところは止まって、あのほぼほぼまっすぐな状態からのブレーキングじゃない、これと同じブレーキングここでやろうとしちゃってるんだよね、ここは。それは結構でもすごいリスキーなことしてるだって、例えばここは縦方向だけのブレーキングじゃない、縦だけにタイヤを使っていてこの減速度になってる、対してこれ縦と横両方使ってるのに同じような減速度を使おうとしてるわけよ、不安定な状態になってると思う、まあ多少まっすぐだけどね、でもここって打撃当ててるからね、そうですね、だからここは曲げるためのブレーキングどうするかだから、で要するに何が必要かっていうと、フロントに荷重をかける、フロントに荷重をかけるためのブレーキングみたいなイメージにしてあげなきゃいけない、今これ減速するためのブレーキングだから、だからより落っこっちゃってる、はいはい、なるほど、そんなことしてあげていいんじゃない、ありがとうございます、ちょっと最後スーパーラップなんで頑張ってちょっと頑張ってきます。